毎日検証生活、中。えっと、こちらがですね、あの、お米ですね。あの、今、私は基本的に株主優待で米をいただくので、ほとんど買うことはないんですけれども、やっぱり、この時期になってくると、まあ、あの、東北の方の、 あの、南魚沼産コシヒカリとかだと、やっぱり9月、10月とかになってくると思うので、ちょうどお米が切れたりとかする時期なんですね。でもこれ、もう、あの、九州の方は、あの、新茶もそうですけど、ちょっとあの、早いんですよね。1ヶ月ぐらい、あの、あの、方よりも、東北とかよりも。結構ね、びっくりしたのが、自分の中でびっくりしたのは、あの、花見を、もう、花見って、 で、大体関東とかだと4月ぐらいで終わっちゃうじゃないですか。でも、あの、結構ね、5月過ぎぐらいかな。なんか6月とかかな。あの、北海道の方に行ったら、まだ、もう、もう絶対考えられない。終わってるのに、桜みたいな。なんか1ヶ月ぐらい季節がね、あの、後に来るみたいな。だから、すごいなんか、ちょっとびっくりですよ。 えー、でも今ま夏はどうなんだろう結構ねラベンダーとかそういうのとかも、えー、もうちょい早いんだよね5月とかだと思うんですよねすごいですよものすごくいいですよラベンダー畑とかね 北海道と北海道美味しいものすごいですよね。ということで、えー、これ宮崎から新米ということでですね、あの、最近ちょっと宮崎好きになりましてですね、お肉とか当たったりとかですね、ピーマンザウルスのあれが当たらないだけで、もう意外といろいろいただいたので宮崎の経済、経済連。 様からですね。なのでですね、結構宮崎美機になってきました。あの、検証ってそういうところはないですか当たったりとかすると、その商品結構好きになったりとかしません割と私、単純です。はい。で、あの、私、コメントあんまり、あの、ちょっとね、あの、話じゃないんだけど、ちょっと、なんか、自分に、私にとっては、嫌だなって思うコメントで、嫌な人じゃないから、ちょっと我慢してたんですけど、 でもちょっともう、ちょっと耐える、耐えられないなと思ったりとかして、ちょっとコメントとかをちょっと見ないようにしたりとかしてたので、あの、しっかりちょっとあの、うん、あの、遅れたんですけれども、これはですね、あの、お米キャンペーン結構やってまして、ブログにも書いたんですけれども、お米でキャンペーンやってて、結構当選率いいんですよ。特に当たるな って思うののが稲毛、ね、結構多いんですよ米のあのシリアル番号で入力してウェブで応募できるタイプもあればレシートでこの間は栃木のうまい米うまいもん米うまいなんか,なんか栃木米でキャンペーンやってましたしで結構あのー、米って買うじゃないですか普通の。 人はね、株主優待であ取るっていう、あの、そういう、あもうでき、できるんだったらぜひ、あの、やってみてください。ただ、今は、まあ、あんまり、あの、株高になっちゃってるので、そのおすすめはしませんけれども、おすすめといえば、まあ、あの、投資信託とかですね、積み立てで投資信託とか、あとは、あのー、まあ、 株主優待で、それこそ一日株主で逆非部活かの、何言ってもわかんないですよね。最初はね。私も最初はわかんなかったんですよ。一応、あの、KO 経済、えぇ、KKK なんですよ。私、KKK、すぐ、すぐに言えないのがちょっと悲しい。KO 経済、あ、K、K、K、けけ、経済学部、経済学科。なんで、KKK なんですよ、私。でも、ほとんど学校ね、 授業出てないんすよ、私。うん。なんか、ね、とりあえず、でも、レポートとかは、あの、書かされたような気がするんですけど、応募方方式ですね。私の時は、まだ、あ、あの、コピペイとかで、あの、パソコンとかワープローとかで打つとかいう時代だったかな、じゃなかったような気がするんだよな。そんなに、いろいろなんか復旧しないんで、一応なんか、あの、レポートみたいな感じで書いた気がする。なんか、学校で売ってるさ、あの、 レポートの、なんか、紙、紙になんか、何百字とか、ほんとこれ読んでんのかよって思うぐらい、なんか書い、書いたような気が、あ、でも、ワープロとパソコン、なんか、な活字ではなかったよう、ね、な気がするんで、こうもう、コピー、ペースト、みたいな感じの、覚え方方式、す、うじゃなかったらうなすんだよな。で、なんかね、銀行論とか、 あ何とか論とか本読むんですけど、まあほとんどあの中身読まないで、あのあ、あとの方とか最初の方とか、はい、なんかパッパみたいな感じで読んで、それをね、やっぱつらつらって書いて、いや、OK みたいな感じとか、あとは、あの、出席とかもね、と友達とか、そんなにあの、厳しい感じじゃなかったんだけど、ただね、出るのは結構あの、仕事も、 会社とかやっちゃったりとか、海外行ったりとかいろいろしてたんで、ストレートになんとかで、どストレートになんとかとかそういうわけではないので、ただ、そういう人生でもですね、別にあの、ほら、新卒で卒業してすぐに就職するっていう、あの、もう選択肢が、うん、あれ、なん3年ぐらいの時かなあの、するじゃないですか。 で、慶応とかだと、ハーフ横浜なんですよ。ハーフ横浜で、ハーフ、あの、あれなんですね。都内なんですけど、で、都内に来た時に、大体、だいたいそう、就職がどんどんのほうのとかってなって、就職活動をするにも、割ともう就職はできないぞ時代だったので、結構なんか、あなたのような優秀な方は、どったらこったらって言われて、もう一、 回かいかにかい、かいかいかいかかなんか、ま、あそれくらいで、なんかもう、もう、いいや、みたいな感じで、あの、自分でっていう、自分でっていう選択肢を、あの、こう、得てからは、もう、もう別に、その、新卒で出なくても、みたいな感じで、だったらやってたような、 気がするんですが、あまり詳細を話すとですね、ストーカーにですね、あの、ええへっ、へとか言ってやられるんで気持ち悪いんで、それ以上言いませんが、まあ、意外とね、あの、大学とかもね、結構ね、いろいろあって面白かったですよ。あの、あっちの、あの、東京の方に行くと、あの、結構早くから、外国語が、あの、なんかあの、 生徒だと、学生だと、外国語がですね、あのー、漏れなく、学割で習えるっていうので、あの、いろんな言語があって、すごい面白かったですよ。まだ、まだ私の、え、えー、時は、あんまり、その、外国語の、 第2外国語とか第3外国語とかっていうのがあまりそんなになんかこうこんなになんかの流行っていろんな言語が今どこでも習えるような感じどこでもじゃないかな英語以外の言語は結構きつかきついじゃないですか私イタリア行った時はまだイタリア語からのダイレクトの Y 辞典というのが第初版でございましたんで必ず英語を返して英語ができないと何も話にならんという時代 ええ、でしたのでね。まあ、あの割と、え、英語どうにどうにかしなきゃいけないと。でも、イタリア語、ダイレクトのイタリア語、うん教室とかっていうのがね、あんまなかったような気がするんだよね。それこそ、あの、イタヤ・ユカさんとかが、あの、テレビの NHK のイタリア語講座とかで、あ,あイヨス、あの、ユカ、イタヤ、イタヤ・ユカとか言って、すごいなんか、お姉ちゃんだった時だったんですね。見た時は。 はい。ジローラモとか出てましたよ。あの、ちょいあれ親父の。あのー、はい。出てましたで。そんな時から、イタリア語割と若い時からやってましたが、なんかね、友達で結構ブルガリア語とかで、あの、やりたいとか言って、言ってた人とかもいた。その、その言語が結構、あのー、あって、すごいなんかそれが学割でいけたのがすごい良かったです。はい。あと、あのー、 うんあとはなんかな、なんかとりあえず私いろいろなところに、あの、うん学校、学校に行きたかったタイプだったんで、いろいろな資格を取るために、いろいろ学校行ってたんで、あのー、なんか、うん、常に学校行ってたような気がします。働きながら、常に学校、 みたいな。そんな感じでございました。いろいろな資格があるとですね、年取った時にですね、いろんなことから話が盛り上がるでございます。あの、本当にあの、服部栄養専門学校に出たんです、行ったんですけど、私は。あの、それ行って、ちょうど町田に服部栄養学校のですね、なんかあの、お料理教室みたいな、 やったんですよ。町田の事業で、町田市の事業の、あの、一環で大きいルミネかなんかゴーンできた時に、服部え、栄養士専門学校のお料理教室が、バーンとでっかくデビューしたんですけど、あれ、結構数年でポシャーってなった時とか、知ってたりとかして、私服部でしたからとか言って言ったら、ちょっとね、話にね、盛り上がっちゃったりとかして、いや、私は全然お料理にならなくてもいいんですけどね、みたいな感じで,でも、全然私には興味を持ってくれないから、 世の中本当に悲しいもう本当に私のことを聞いてくれる人がほとんどいないもうあのこのちちびのすけ君はプールをやってるってあのそんなに毎日なんですか はい、そうなんです。選手なもんで、言って、選手って言っても、ほうみたいな感じです毎日練習なんですよ、毎日。一回行くと大体3キロ泳ぐんですよって言っても、多分3キロ分かってないね。あの、水泳で3キロってかなりきついと思うんですけど、それ分かんないですよね。だって25、五メートルだ、25メートルが、あの、ふーって泳いで、普通のあれで25メートルですよ。あの、オリンピックのあの、うーってやるやつは、あれは25メートルじゃなくて50メートルのプールなん 普通のプールって2 5ルだからあの本当に泳ごうとしたら3キロ泳ぐっていうのは相当なんか「お前さんまかよ」ぐらいな感じで泳がないとダメなんですよ本当に。で私でも若い時は結構あのジム行ってましたね若い時は。それだからあのその学校が田、えー、町にあったんですけど。 五反田だに、あの、ジムがあって、そう五ただに行って、で、その、ジムの系列が、あの、じ、とにかくジムの系列の近く、その系列店に、ちょっとした時間でもなんか行きたいみたいな感じでなんか、なんだろう、今と真逆だなみたいな、結構動いてたの、私。うん。なんか、五ただにあったりとか、 後に六本木にもできたしあと渋谷にもあったし下北とかもあったしであと町田にもあったりできたしみたいな今は結構いろんなとこにあるけど、ね、今はねほんなんか自分のお金とかも安くなったし24時間やってるしみたいな,なんこんな恵まれてるのまだ行けてないというあのちびのすけが中学生になったら一緒に行こうかななんて思ってるんですが。 ね、まあ、そんなことはさておき、何の話をしてたかよくわからなくなりましたが、この、まあ、お米をですね、お米を、あのー、買うっていうのは、まあまあ、めったにお米は買わないんですけど、買うときは必ず検証を引っからめて買っております。あのー、うん雑穀とかも。 あの、買ったりとか、あとさ、白漠のやつとか、あれを気ままに混ぜたりとか、えー、したりとかして炊いたりしてるんですけど、今ちょっとお米がね、切れて、で、この新米シーズンになると、多分、大沼さん南大沼産んこヒカリってうですね、一番最高級の、日本で一番最高級のブランドの米が、まあ、一番最初に届くのが、多分、うん、イオンファンタジーかな。イオンファンタジーか、 あとは、積水ハウスとかから、あとアマナとかから米がワッワッパッパッ,ワッ,ワッてくるようになりまして、まあ1ヶ月の消費が大今ね、4キロぐらいになったかなうん。まあ前はちょっと2キロとか3キロとかだったんですけど、ちょっと今子供が食べるようになって2合炊くと、1日夕飯、 と次の朝とかそんなくらいになってるので、まあちょっといい感じなんじゃないかと。で、このお米についてですけれども、あのアメブロに書かせていただいて追記しようと思ったんだけど、なんか。 電波の状況が悪いんだが、Wi-Fi、Wi-Fi っていうかなんか、んなんか、なんかは足なな何がどうなのかよくわからないけど、追記とかできずですね。質問とかもお答えできず、一応なんかあの、これどこでこう買ったんですかって言われたんですけど、これはあの、イトーヨカドでございます。 あの、お米の検証どこにあるかな、とかいうのは結構私、買いもしないのに、えー、米をですね、見たりとかして、まあ、基本的には、その物価っていうのかな、うん、なんかこう、 物価指数みたいなところをちょっと意識して、米とか小麦とか油とか、その辺は、スーパーに行った時に、ま、定期的にちょっと値段を、どれくらいの価格なのかなっていうのをちょっと見たりとか、油に関しては、うちは、あの、高価格帯の米、 えー、油とか使ったりとかしてるので、もう、もうちょっと、もっといい油とかはあるんですよ。純コイルとか、あとカメリナとか、あの、オメガ3のね、油とかあるんですけど、あんがんのやってたらなんかもう、揚げ物系とかも何も、あの、作れなくなっちゃうんで、高すぎてね。あの、こだわったら油はキりがないぐらいな感じなんですけど、あの、ただのサラダ油は、 あんまり使ってないですね。どちらかというと、な機能性油っていうのかな。オメガ3系の、まあ、ちょっと価格の高いですね、油とかを作って。 買ってたりとかして、そういう高いものは、なるべく株の支援体でペインしようかなと、えー。そういうせこい感じでですね。まあ、油はどこであとゲットするかというと、う、え、ん、ー、とねうん、なんか、こう、カタログギフトかなんかで油がチョイスできるようなやつで、まあ、あの、普段の普通なにでっかくてサラダ油みたいな感じで、300円ぐらいで、1リットルぐらいかなばーでかいので、とかじゃなくて、 やっぱり、あの、500ミリぐらいで、5、600円ぐらいのやつとか、米油とか売ってる、この、ところの、なんか、引き換えができるような企業とかを抑えてたりとか、あとは、あの、ちょっと高いハードルの時とかですね。に、何々を含む2000円以上とか、そうなると、割と、あの、こう、 ハードルが高いわけですよ。あんまり肉食べないようにしたりとかしてると、肉、魚が低下に低下で、あの、他に2000円も買うものが思いつかないときは、えー、もう高価格帯のですね、米とか油とか、 入れれば、もうすぐ2000円クリアできるので、ちょっと楽かなと。全くいらないもので2000円よりも、え必需品を混ぜて2000円とかの方が、生活、賢い生活になると思います。最近私、ルイボスティを格下げしまして、ちびのすチビノスケにお金がすっごいかかるんで、私の銀河系最愛、あの、ルイボスティは、 最近ちょっと伊藤園のこのルイボスティーに変えてるんですね。こちら、伊藤園、あの、定期的に検証をやってるので、伊藤園のルイボスティー、これはあの安い方ですね。これは、えー、3ポイントとか書いてあると500円ぐらいのルイボスティーなんですけど、今まではプレミアムオーガニックルイボスティーになるものを飲んでたんですけど、今、今は伊藤園のヘルシールイボスティーに変えてます。そんな なぜ、やっぱり、それは落ち、ね、美味しいの飲めば、今美味しいの飲めば、こっちの方がうまいって思いますけど、でも、の、これを飲み続けてると、まあ別にまあいいか、みたいな、そんな感じになってきます。舌は鳴らす。鳴らすしかない。米もそうです。 あの、美味しい米を食べてると、そのちが麻痺してて、してきて、全然なんか南魚沼さんが基本ベースみたいな感じになっていくと、どこでご飯食べても、あの、外食しても、すべてまずく感じるんですね。 でも、普通のお米とか、ちょっと安いお米とかにして舌を鳴らしていくと、炊きたてであったりとか、それは大量に炊いたやつとかだったら、ちょっと美味しいなって感じたりとかするんですね。でも、あの、基本的に家庭で食べるお米は一番、 いいランクのいいお米でしてですね、あの、ま、安く売ってるとしても、あの、いいんですよ。で、あのー、外食産業とかの定食屋とかで出てるのは、業務用米っていう、あのー、家庭用の次のランクの業務用のお米なわけですね。で、業務用の、えー、下が、えー、まあ、飼料用、まあ、その、生き物の、 生き物たちのお米みたいな感じになってくるので、全然家でね、ご飯を炊いて食べるのは美味しいですよ。あの、特に釜を良くすると美味しいのは当たり前なんですね。うち炊飯器はパナソニックの炊飯器を愛用しているんですけど、あれ結構高機能で結構美味しく炊けるんですが、そんな高い釜、まあ大体10万ぐらいする釜なんですけど、そういう高価格帯の釜を 使えば、えー、少量だけでもすごく美味しく炊けるんですが、そんなことできねえよっていう方はですね、ぜひあの土鍋でご飯を炊いてみてください。えー、土鍋ご飯っていうのは、あの、ある程度の あの、こう、なんだろう、知、知識とか、ある程度の経験があれば、身分量で全然できちゃいます。だから自分がちょっとすげえ腹減ってるなっていう時は、ゴーって,って食べれるくらい入れればいいしあちょ、ちょっとでいいなっていう時も、ちょっと炊けるようになったりとかするので、すごく便利です。もうこれを応用すれば、お粥が作れたりとか、あとは、まあ、離乳食とか、まあ、子供の離乳食とかさ、もう、子供の離乳食からね、レンジでチン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 ってレンジでお粥とか、 レンジでなんとかとか結構売ってるんですけど、まあ、レンジにね、ちょっとね、あの、違和感を感じるぐらいな方がいいと思いますよ。あれは細胞を破壊する。 えー、マジックボックスなわけですから、私なんかは、それをすごく、あのー、気にしてます。あの、食育の、えー、ところだと、皆さん気にしてます、レンジは。レンジだったら、ボイルするとか、の方がって、加熱のね、仕方ね、細胞を壊すので、だから、あんまりレンジで、チンチンチンは好きじゃなくて、冷凍食品もね、その原理で言うとあんまり好きじゃないんですけど、でも、常温解凍で食べれる技術っていうのが今、できてきた。 なのですごくね。冷凍食品す、素晴らしくなってきたなと私は思ってます。あのお弁当の中でも保冷剤代わりになんかこうね。金具みたいなのをこうポッと入れてで、あの時間が経つと自然解凍でそのまま食えるみたいな感じの技術が今の冷食の、ね、技術みたいな感じですよ。で私なんか今日あの？ ちょっとなんか通販番組みたいにいろいろご紹介して申し訳ないですけど、あの、これ、抹茶ラテね、見つけましたよ。この、クラフトボス。クラフトボス、超やる気ですね、最近。いろんなフレーバーがあって、とうとう抹茶ラテ出ましたよ、抹茶ラテ。こういうね、あのー、 新しい商品が出ると、これを作る製造ラインとか製造工程を確保するために、システムをですね、結構強化したりとかね、結構あれなんですよ。イエモンとかだったらイエモンラインっていうのが、あの、神奈川県のね、あそこ、あやせ、あやせあやせかざまか。ま、その辺がちょっと微妙なんですけど、それくらいの、 地域のところに家門工場って、家門をね、常になんか、家門を常にこう作ってる工場がありまして、なんかすごい、あの辺行くと家門っていうなんとなくイメージがありますですね。普通、伊藤園のところは静岡,静岡に工場がありそうな感じなんですけど、あとは、なんも、まんまうちの近くは工場地帯とか工業地帯ではないので、うーんー、なんかね、あの、街、まあの、 工場とかがある方にあのまあまあまあそういうのもあの検証とかでご招待されていろいろそう製造ラインとかをね紹介していただいて知る知識でございますが、えー、そんな感じでございます今日は、えー、ちょっとまあ検証を紹介していこうかなと思っております、えー、そしてですねあのこれこれは,はあさようならさようならさようなら氷がこぼれてしまったよよし。 私の氷はいつもアイ月でございます。したうわいっちゃった。まあいいかお茶だし。殺菌になると思えば。まああの常にこんな感じでですねプラス思考でいるといいですよ。<laughs> なんかこうあっって思って怒る前に、まあ、お茶だし殺菌でいいかみたいなそういうあの感じ、えー、重要だと思います。ここここれ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  これ、伊藤ヨカ堂です。伊藤ヨカ堂。伊藤ヨカ堂はちょうど、あの、用事があって、行く施設の中に伊藤ヨカ堂があるんで、えまあ、ちょっと、見てみたっていう感じなんですけれどもうん、新しい検証、新しく、はい、はい、検した、発見した検証をご紹介しよう。もう、8月4日から始まってるから、そんなに珍しくもないんでしょうけど、うちの近所にはなかったよー。 近所にハガキがないってことは、あの、応募する人が少ないんじゃないかな、みたいなこと。持ってったやつがいるからかな。ちょっとこれ違う地区からの、え <laughs> ん取ってきたんですけど、そこはね、全然検証する人がいないらしく、あの、結構検証のハガキがいっぱい溜まっておりましたんで、多分、おかしいなぁ。 うんまあ、バックヤードに聞くまでにね、な、けきゃないんだな、っていうか、わかんねえな、みたいな感じだったんですけど、この夢のような、えー、この、伊藤洋歌道の、伊藤園の、伊藤洋歌道伊藤園共同企画。これで伊藤さんが応募したら、ダブル、トリプル伊藤でいいんじゃないですか、伊藤。伊藤洋歌道、伊藤園共同企画。伊藤さん。 伊藤さんってみようじゃない誰でも当てますみたいな。うそんだったら、私、伊藤って、か、かごかないや、そらないな。伊藤じゃねえからな。<laughs> 何言ってんだよ。えー、これはですね、当、当キャンペーン実施店舗にて、 えー、こ、え、れ、ー、伊藤洋カド全店でやってんじゃないの多分、うん、こう、やってんじゃないのやってないんだったらさ、これ置いてないところだったら、意味ないんだけど、これ。こういうのもないよね。疑問に思ったら、疑問に思ったら、キャンペーン受給よくね。全伊藤洋カドでやってんじゃないのこれ。で、多いお茶を含む伊藤園全商品って書いてあるんで、これ、これね、あの、伊藤園全商品って書いてあるから、 いいんでしょみたいな感じだけど。でも怖いからさ、多いお茶を含む。一応一応、伊藤園の多いお茶一本買ってさ、うん、やれましたこれハードル高いのよ。あの、当キャンペーン実施店にて、えー、A 賞が200円を含む2000円以上のレシート。ね。ね B 賞は200円を含む1000円以上。なので、まあこの、 夢の、金の夢茶箱。言いづれえな。金の夢茶箱。プレゼント。あの、あのこんなに縁が痛いからね、あれなんですけどね。夢茶箱。いやーでもこれさ、金の夢茶箱さ、英称10名様だよ、10名様。伊藤ゆかどって店舗なん、なん あると思ってんのその中で10人の中に入るのは難しいでよ、これ。このダブルチャンスだろうな。現実、非現実的だなと思いながら。でもこれ取ったらすげえよな、これ当たったら。当たったらすげえよなーうん。でも欲しいかって言われたらいらねえなだってお茶飲まないもんなこういう一番罪の多いお茶。うん。 あでも伊藤園の、あの、デパ地下にある伊藤園ってあるんですよ。デパ地下にある伊藤園の本気の、まあこ、これ系じゃないよ。これ系は多分、スーパーにおろすための、まあ、低価格帯の多分1000円ぐらいのお茶だと思うんですけど、あのね、本気の伊藤園の、伊藤園なんだよ。 この伊藤園なんだけど、デパ地下に入ってる伊藤園は、本気のね、お茶を出してくるんだよ、もう。ああ、そうなのってえ、あの伊藤園なんですかって言ったら、はい、お茶屋ですから、とか言われちゃって、そうだよな、みたいな。あの、もともと伊藤園っていうのは、あの、なんかね、なんかね、あんじゃ、の、駅弁に、 お茶あったらいいよねっていうお茶に、なんか昔はなんかこうティーパ私飲んだことないんですよ。ティーパックに、あの、こう、水筒みたいな感じの、プラスチックの、なんかひよひよのプラスチックに、熱湯を入れる、ちょっとデンジャロスなやつに、なんか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 をいい入れたらしい。あの、この、 ティーパックじゃない。ティーパックなのかなわかんない。ファンドその辺もよく飲んだことないんでわかんないんですけど、それを出すところが始まったとかなんとか、それからあのペットボトルのお茶っていうのを、あの、日本で初めて出したっていうのを、あの、 IR で聞いたことがあります IR っていうか会社説明会とかね株主総会とかでねあの聞き申しましたはい静岡の方に行くと結構伊藤園の工場とか伊藤園のなんとかってあって今年はあのオリンピックパラリンピックがあるので伊藤園の株主総会は、ね、静岡でしたね確か,確かそうだよねでしかもコロナだから来るな的な静岡の人残念みたいなあの結構、はい 結構前から伊藤園は株主総会はオリンピックがあるからあの静岡でやります皆さんすいませんみたいなことをやってたんですけど実際そのオリンピックの時になった時にはコロナウイルスになってもうそれどころじゃないみたいなそんな感じですねなんかいろいろね知りたいことがね知りたいことがなくなったら終わりよでまた まだもらってきたよ。これデスプリ。<laughs> うちのちびのすけがお料理教室に行くとこれくれて、これいつまでくれるんですかって言ったら、これ、ま9月も多分配ると思うよ、なんか言って言われましたね。なんか今9位すげえ取れまくってんじゃないのみたいなことを言われましたけど、これどうなんですかね。なんか病院とかでも配ってるみたいな、えー、感じのことを、この冊子の頃にですね、あのー、アンケートのような、 ものがあって、どこでもらいましたかっていうところがあって、あの、病院のサンプルリングとかなんかそういうのなんかね、あの、書いてありましたよ。だから、選択肢があるんで、多分、多分、なんじゃないみたいな。これが結構価値あるよね、これ、これ。なんか、う,ん、うちの地域は半分にして、これでほじくって食べたいってすごい言ってましたよ。なんでね、やりたかった なんか一回料理教室行くとこれもらえるっていうのもなんか,なんかい,い,いい励みになるなぁなんて思いながら、レ、まあ、連チャンでね、こんだけ毎日来る人なかなかいないって言われてるだよね。うん。まあ、ちょっと料理技術が向上するといいかなと思っています。あの他の習い事が、あのー、はーちょっと、 ね、一旦中断になっちゃったりとか、なかなか調整つかなかったりとかして、もうちょっともう焼け臭にお料理ですね。うん。あと、ヨーカドに見つけて。あと、ヨーカドでってちゃんとやらないとダメだと思うんだけど、これヨーカド限定じゃないと思うんですよね。クラフトボスの、えー、やつなので、なんかサントリーがめっちゃ減少出してるんで、これは8月17日火曜日から。いや、も、ま、う、あ、かなり新しいフレッシュな、 えー、化でございますよ。珍しく。道島ロールプレゼントっていうことで、えー、道島お抹茶ロールと道島プリンスロール。はい。ね、どちらも私は <laughs> 苦手でございます。特に抹茶苦手なんだよ。これすごいなんか新発売で、新発売で、すっげー嬉しいとか言って言っときながら、絶対飲まないからね、これ。うん。無理。 あの、一回、ほうじ茶ラテとかもね、いただいて、もすっげーのとか言って、どうにもならなくて、ちょっと口に含んだことあるんですけど、もうなんか、無理みたいな、そんな感じでございました。多分、抹茶ラテも多分、絶対飲まないと思います。でも、なんか、見つけたんで、嬉しかったです。これ、検証でね。ハードル低いですよ。これ、2個買えば OK! みたいな感じだったんで、えー2、2個、2個、2個買ったら OK だよね。対象商品2本以上含む、 えー、レシートで応募なんで、で、これちょっと、ね。 あの、こっちの抹茶ラテの方ちょっとやってたいなって。で、あの、うちの自分の好きで抹茶系のなんか食べ物好きなんだよ。なんか、ヤングは抹茶好きなのかな結構おやつとかね、あの、ちびっ子たちにあげるときに、あの、どんなおやついいって言ったら、抹茶にのなんとかがいいなとか言って、きっとかと抹茶とかね、もなんか、なんとかの抹茶とかね、か抹茶をね、好んでんだよ、ちびっ子たちは びっくりだよ。私の時はそんな抹茶のなんとかなんかなかったぞ、みたいな。抹茶っていうのはな、もっとな、あのー、苦いんだぞ、みたいな。<laughs> そんな感じですけど。子供たちは意外と抹茶が好き。そして、ヤングは、チョコミントが好き、みたいな。私なんか絶対嫌だけどな。チョコとミントなんて。<laughs> ミント自体も嫌だけど、チョコ、チョコとミント、うおーみたいな、そんな感じです。で うん。あとはですね、この、相イ雅紀様のですね、クオカードプレゼント。これは、え、明治美味しい低脂肪乳を買えば応募できるんですけど、もう、エバラ焼肉のタレはむっちゃ辛いですけれども、エバラ焼肉のタレもね、あの、ちょっと見つけてきたの、俺ちょっと嬉しかったよ。あの、サムライブルー。また買ったの、お前みたいな。サムライブルーの、こう限定だよ。サムライブルー限定の、あの、<laughs> パッケージだよ。 そうどうまだ応募してないほらあるじゃんね嬉うれしかったこれやけどじゃ盛り上がろう限定パッケージなんだよちょ,ちょっとマジうれしかったから買っちゃったよこれまたちょっとちちょっとでかいんだけどさちょっと嬉しいじゃんこれいいじゃんいい、ね、食うのかって言ったらちょっと微妙なんだけど、うん、あとねあと最近かっぶ渋々買ったんだけど美味しかったのな ポテトデラックス。ポテトデラックスでございます。ポテトデラックス。これ量少なくてなかなか美味しかったですね。もう秒速で食っちゃう。この,この美味しいのはね,ね。でもポテトチップスというのはですね、多分、あの、日本一健康によろしくない食べ物と言われております。はい。それから、えー、まあ、あと、洋歌堂にあったのはね、えー、野菜をもっと美味しく、もっと楽しく食べる。 まあ野菜食べてもいいけどさ、あんまりドレッシングかけすぎるとさ、ダメだこいやーっていう感じな、うん、んか知らないけどさ、ウィックスがすっげえしつこいんだけど、なんか多分材料とかがさあれ、あまりうまくってるからさ、多分な売りたくてしょうがないんだろうね、きっと。そういうのを感じるよ、もう。メールのしつこさがないる。もう一発電話して、虹だっちゃうし、もう、送ってここで来ないでから,から、言った方がいいのかな。うんそれ たただ何も言わずにブロックした方がいいのかな私そこら辺がちょっと大人じゃないところがあるんで相手になんで嫌なのかっていうのをちゃんと明確にしたいタイプそういうのはただのトラブルっていうこれ8月15日だからもう終わりました、ね、チーンまあでもビールだから別にどうでもいいやはい次ボスジャン当たるこれさボスジャンじゃなくてあの私当たったことあるんですけどボスジャンさあ恥ずかしいよけるの。 うん、これ。これ特にこれ、これでしょヨーカドーマーカーついてるでしょ恥ずかしいぜ、これ。黄色の。はっきり言って。ババアがボスじゃんとかね。これはっきり言ってちょっと痛いよ。私マジちょっとね、因縁つけられるからさ、よくあの、弱っちいと思われる。人間ってあれなんでさ、自分より弱いなこいつって思ったら因縁つけてくるんだろうね。 喋り方とかでさ、ヤンキーなんじゃねえのとか因縁つけられると言われることは多いんですけど、喋りさえすれば絶対お前に負けることはないって思うんですけど、すんげえ因縁つけてこられるの。特に子供が一緒にいると、あの、こいつには勝てるって思うじじばばが、クソじじばばがいまして、あの、まあ、私子供いても結構ちゃんと戦うからね、マジに。そしたら最後のスキき捨て台詞。 子供がいるにとか、子供がかわいそうとか言われるんだよ。子供絶対かわいそうだね。これからい強いお母ちゃんじゃなきゃ、守られねえんだよーなんか言って,て。そこまでやったことないですけど、必ずなんか言われる。ケテメゲケメイするか、わいそうじゃねえんだよ。うちのちびのつけは。すっげえ幸せだぞ、あいつ。だってさ、お料理教室でさ、もうん、なんか、いくらかに払ってると思っていいんだよ。とか、もうそういうことが幸せのあれじゃないとは言え、でも、 あのー、もう、多分将来的なことを見据えて、小さい時から子供を育ててますんで、真剣にやってるよ、私は。妊娠、出産、えー、育児の時に、もう髪の毛に、そのパーマ液とか、そういう液体とかがかからないようにとか、もう美容院とかも全部も,もう、自分のことも全部も捨てましたからね。ね、あ飲み物とかも、アルコールとかカフェインも飲まなかった。 カフェインです、だったりとか、あとはその、えー、食べ物、むっちゃこだわりましたね。ただもう、あと母乳育児とかも結構こだわりましたし、で、アレルギー物質はなるべく食べないようにとか、まあおかげさまでアレルギーとかもなく、アトピーとかもなく、気を症もなく、みたいな感じで、もうこれをだからやってのけるとかは、やっぱり結構、 大変なんですよ。あの、一言で。妊活、妊活、妊活って言うかもしれないけど、妊活も重要だけど、実際に生まれてからの育児とかもかなり大変なんですよ。生まれてから母親が食べるもので、まあ、母乳育児が一番免疫の力がいいですからね。 何としても、子供の心の教育に、やっぱ母乳育児とかっていうと、やっぱ働けないんですよ。保育園に預けてどったらで、母乳で育てるなんかできないんで、私は、非、知財、意識っていう、あの、この、えー、なんていうのかな。親と子供は、別れていたらよろしくないっていう、特に、あの、保育園なんか絶対入れとダメですよ。あれに入れてね、ほんと、 あの、よろしくないです。やっぱ、親が育てないと、一番なんか、あの、重要な時期、小学校に入る前の、ええー、もう一、一日中一,一緒にいる重要な時期をですね、あの、わけのわからんですね、保育士に任せたら、ダメです。私が一番気持ち悪いと思ってるのは、本当一生懸命やってる方には、本当に申し訳ないんですけれども、独身の男の保育士の方、もう、本当に気持ち悪い。あの、せめて、せめて、 で、既婚者で、あのー、男性の方だったら、やっぱり、保育園とかってね、やっぱ力仕事とかいろいろ裏方さんとか必要だったりとかするから、いいかもしれないですけれども、やっぱりね、おむつ替えとかそういうのを、女性、あの、女の子のおむつとか変えたりとかして、で、で実際、私生活で思いっきり酒飲んでたりとか、 なんかもう、ちょっと変なことやってるような人とかが保育士でいると思ったら、私もうほんとなんかもう、変な事件とか、結,結構私、あの、事件事件とか犯罪とか考察とか大好きなんで、そういうの見てるともう恐ろしくて仕方がない。もう本当に、あの、偏見とかそういうんじゃなくて、まあ、せめて結婚してから、 食についていただきたい。あの、子供のおむす替えとかに至ってはね。なんかもう、ちょっとそれ本当に、本当にでもね、よくわかんないのはね、女性の人が、あの、女の人が男の子っていう、あの、ね、わいせつっていう逆わいせつとかもあるから、もう、そうしたルももうどうにもならないんですけどね。まず適正検査をせすねで、変な人はとりあえず、あのー、 ちょっとカットする仕組みあの、議員とかでも、先生とかでも、先生で変なこととか、不正義とか起こすとか、すごい多いじゃないですか。なんか、自走職員とか、もう信じられないんですよ。もう人、親は、もう、ね、親がどうのとか、そういう問題じゃなくて、周りが怖すぎる。 本当に恐ろしいでございます。本当に。あの、保育園問題は私はもう大反対。だから、今の時代婚活してすぐに妊活ですって言っても、すぐに妊活したら子供を産んで、そのまんまじゃあ、すぐ産んだらすぐ保育園に預けるつもりでやるんですかみたいになっちゃうから、やっぱりそれの前に独身時代に結婚しなかったラフォー様 あなたたちは遊んでばかりないで、とりあえずお金貯めようよ、みたいな。もう服とかそう、あ、まあ結婚する前は服とか、あの、それ見出し並みとか、衛生とかいろいろやらなきゃ、それは結婚できなくなるから困るかもしれないですけれども、やっぱりね、あのー、子供を育ててる時期の、 一般的に幼稚園ぐらいになったら集団生活になじませなきゃダメだけど、それまでの時期に、もう産んだら即保育園みたいな感じだったら、もう子供の心がね、あの、こうついていかないっていうか、子供の心がね、育っていかないんですよ。そうすると昨今の凶悪事件とかにね、なってきたりとか、親に対してはもうこの人がいなくても、自分は育ってるみたいな、 勘違いがね、子供の潜在意識の中にすり込まれてしまうので、そこが一番危険なんですよ。だからもうお母さんじゃなきゃって、お母さんの影に隠れてるぐらいな子供の方がいいんですよ、もう。 もう本当になんか保育園の、まあ、報道されてないだけで、結構夏なんかは、水難事故、あの、プール、しょっぱいプールで、大したことしないんだよ。足、足でさ、バチャバチャバチャってやるくらいで、それで死なせちゃってるとか、保育園バスでね、ねあれで、あの、熱中症で死なせちゃってるとか、そういうなんかボンミス、プロのくせに、やるじゃん。怖いよ。 本当に、あと、男性の、ね、保育士の、あの、わいせつ事件とかも、結構多いんだよ。ほんと、報道されてないだけで、もう、恐ろしいわ、みたいな。ま、だから、保育園でそうなんだから、もう、事情なんかでも、わいせつ事件とかも、多発ですよ。うーん、とね、多かないわ。うん、なんでね、私は婚活して、まあ、理想的にはね、婚活して、この人と、 一緒に生活して大丈夫かなって、一年、二年ぐらいで結婚生活を、あの、二人で入れる期間っていうのはそうそうないですから、二人でいてみて大丈夫だなと思って、二年目にお子さんをって考えて、ちょうど三年目ぐらいにお子さんが生まれるみたいな感じじゃないと、あの、離婚してね、 シングルマザーとかになったりとかして、もうさらに、あの、大変になるっていうパターンがすごくあると思うんで、あの、とりあえず、あの、うん。まあね、とりあえず、即保育園に行かせるぐらいの妊活だったらしない方がいいわ。別に、あの、私、あの、工藤さんの中で一番なんかの、あの、賛同できないのは、婚活と妊活とセミナーとかすぐやるっていうのは、 あれはどうかと思うよ。だって、二人の思い出とか、二人の歴史とか、二人のあれが何もないままにして、すぐ子供みたいな感じで中心になっちゃったら、それつまんないと思うよ。やっぱ二人でいる時間とかも、まあまあをね、諸説いろいろございますが、意見はあるんでね。私の意見はそんな感じでございます。実際、あの、結婚、 今後ね長くさしてるものの意見なんだからこれはある程度説得力があるんじゃないですかっていう感じでございます、はい、あの結構なんかそういうなんかあのお互いのなんかこう助け合いとかなんかこう慈しみ合いとかっていう歴史がないと熟年離婚になったりとかするんだよ。するのよ。一、うん、人の方がいいみたいな感じになっちゃうんだよ。かといえばに

当たって、毎年当たるんですけど、昨年当たった時は、転売するなみたいななんか、すげえ貼ってあった。怖かった。シリアルこの頃のね、これはね、商品にはね、シリアル番号みたいなのをちゃんと管理されてて、転売とか転売した場合は、すぐにわかりますよみたいなのが書いてあって怖かった。ちょうど、ちびのすけの、あの、コーチが、 バイク好きみたいだからこれあげようかなと思ったんですけどゃあそこまで書いてあったら怖いからやめたみたいなこれヤマハのチームが好きかどうか分かんないからねホンダのバイクに乗ってる人だからね私バイク乗ってる時はヤマハのバイクだったんですよこ,れこれヤマハだよねヤマハのバイクだよねあ,あのこれがこれいっぱいなんか書いてあるからさヤマハの何のバイクか分かんないですけど私あのヤマハのバイクに乗ってましたよ あの、うん。で、あの、免許を、こう、こう見えて、こう見えて、私、限定解除というですね、あの、ちょっとでっかい、あの、でっかいって言ったら、何ハーレーみたいなやつとか、乗れるんですよ。 あの結構ね、バイク乗ったりとかできるんですよ。ただ乗るか乗らないかって言ったら、今の私は乗りませんっていう感じなんですもうスピードが怖くてね、うん。もう自動車乗っててもなんか怖くてしょうがないっていう感じなんで、ね、あの、ちょっと無理ですけど、無理ですけど、でも乗れるんです。乗ってたんです。若い頃は。あのー、はい。400も乗ってたし、200とかも乗ってた。 出たし、あとね、あのーな、なんだ、え、だから、いろいろなことわかるんで、バイク乗りの人と話すると、割と盛り上がったりとかするんですけど、今じゃあ夜中にね、そのバイクの話をね、突き詰めてやれって言っても、ちょっと、ちょっとできないんだよね。なんかあの、 なんのエンジンなのなんかね、こう、あの、冬になると、エンジンかかんない、あれってなんだっけとか言って。私さ、あの、ちさわ行くさ、ニーハンの時さ、俺、エンジンこうやって、カッって、足でこうやって、あの、かけるやつ、で、なんかこう、ちんちって、あの、左、左足かな左足で、なんかこう、あ、左か右かちょっと忘れたけど、せンち,ちって、あの、くね、あの、レバーみたいなのをチ、チ出すから、足の方向のとこだし、いつもさ、なんかあの、 破れんだよねとか言うと、ははーとか、あとあの、教習者が、教習者とか、あのー、なんかこう、やら、やらされる、えー、バイクがさ、CBR だったりとかするんだよね。だの、ヤンキーン、ごやたすのとか言うと、結構バイクの話とか盛り上がったりとか、するんですよね。うん、あの、今、今、あの、元クロスみたいな、あいかっこいいさ、 長渕とかが乗ってる、乗ってなんかドラマかなんか長渕かなんか乗ってた、川崎とかっていうこういうバイクとか乗ったことないですけど、こういうヤマハとかホンダとか、そういうやつとか乗ってて、今結構びっくりしたのが、私なんかの時は、フルフェイスとかって言ったら、荒井か、えー、昇栄かだったんですけど、今結構いろんなでのが出てきて、え、何ですかヘルメットなんですかって言ったら全然違う。こえ、そんなのあるんだみたいな感じ。 でもこうあのバイクでテントで怪我したりとかあのエンジン熱くなったところ太もも怪我したりとかいろんなこともあったりとかですねあの仲間がねあの事故で亡くなったりとかいろんなねあの悲しい出来事とかもえあるんでですね私子供がバイク乗れてったらちょっと反対かないや親は大反対しましたけどね、まあ、乗っちまいましたけどね <laughs> あのそんなもんですよ 別に私なんか、あの、ね、兄弟がまだいるんで、後継ぎとかもいるんで、まあまあ、一かこいつはみたいな感じで野放しになったんで、こんな感じで野放しになって、あの、やってるわけでございます。はい。で、えー、もうサントリーめっちゃあるんだよ、サントリーね。これは、アサヒ、アサヒ、アサヒなんですよ。アサヒの、モンスターエナジー、アサヒ、アサヒ飲料になるんですけど、サントリーだけど、こんなにこんなに。 ボスジャン、家カフェ、ほろヨい、ソーダ、ストリームってこれ。このね、ソーダのやつはですね、これ炭酸なんかいらんじゃんとか、えー、バキバキ強炭酸。これなら楽しく、そそ、注ぎあえ、ソーダ。お、あ、しゃれね。ソーダを、ソーダを作るわけ。それともこの、あの、ジャストロングのソーダでやるのかな一応炭酸は、 あのー、結構頭洗うのに炭酸泉とかいう、炭酸で頭洗うとむっちゃいいみたいですよ。うん。あと、炭酸を卵に入れて焼くと結構ホワホワに焼ける。そうですよ。ということで。 本日は、なかなかなりましたが、イトーヨーカドーの検証をえご紹介させていただきました。一本ですね、もうストックがないとですね、もう一日バタバタして、とってもじゃないけど、撮ってられないっていう時、今日とかもね、本当なんかギリギリのギリギリで、いいものを撮ったでしょはい、終了ってボタンを押そうとしたら、はぁはあ録画のボタン押してねえやーから始まって、バッタバッタでしたもん。 あの、目標値が。で、あの、私のことを、なんか私を、私、ぐ、み、ぐらいのやつを参考にしても、何の意味もないよ。私が7時に動画をアップするのは、7、ちびのすけで7って森ので7だから7、七時になんとかあげようと思っているだけで、7時にあげる、そんなにすごい、あの、 深い意味とかないですよ。なんかマーケティングとか広告とかやって、私は指示にあげたら一番なんかこうアクセスがあるんだとか、そういう根拠とかなんもないですよ。 本当に、バカがね、7時にね、プレミア公開とかね、なんか設定してね、すげえなんかあのー、なんかを、何を狙ってるかわかんないですけど、そういう人の猿マネとか、うん、そんなのしたってなんもなんないですよ。自分には自分のカラーの、自分のスタイルの、自分の、え、自分、オリジナリティなことをやらなきゃダメなの。ね。で、 声にしても、お前の声は、汚い、出てけとか言う、出てくんなとか言われても、出てくんなんじゃなくて、ここ私のチャンネルだから、私出てこなかったら意味ないのね。でしびのすけのチャンネルも、漏れなく私が出てくるのね。もう、なるべく私出てこない。そこはね、 ちびのすけのところに私は出てくんなって言われたら、あと出てこない方がいいのかなって思うけれども、ここのチャンネルは私のチャンネルなんで、私がベラベラ喋るのね。私のチャンネルのところに来て、勝手にコメントで、出てくんなって書いてくるのは、それは違うだろって、お前が来なければいいんだよ、と思いました。で、あの、声とか喋り方とかさ、あとそういうのとかも、こういうのってね、 個性があればあっただけいいわけですよ。全然みんなと同じ感じじゃダメなの。あの、AKB とか、はと、SKE とか、はいと、ケヤとか、えー、あとなんだ、ケヤキあカ、何とか坂とか、今坂とか作るのいっぱいいるじゃん。うん、なんそういうね、えー、子たちがさ、みんな可愛い。みんな若い。みんな,い,みんないい。 っていう女の子たちばっかりだけど、それ全員が全員成功しないでしょこういった方、仮に YouTube とかやったとしても。それはもちろん顔をね、出して、かわいい声で、ふーっとかって、もラーメン食ってもそれはね、バズりますわ。でも、やっぱそれもさ、男だってさ、そんな、バカ、あ、でもあれ、毎日ラーメンとか食ってでも見るんだよね、バカな男はね。寝てる姿24時間中継とかでも見てそうだもんな。 うん、男はしょうがないもん、年齢だから。でもそれをね、今、18歳とか、20歳ぐらいのお姉ちゃんも、20年経てば、ォー様なんです。そこの、えー、時代に何をしたかっていうのが、すごく重要になってくるんですよ。ね、あの、こう学んだこととか、自分にとって、その、ちょっと苦しいこととかをやってる方が、後々の身にはなるんですよ。 ああまあ、白ばっかりしてると、まともな生活ができなくなるんで、それすごく不幸ですよ。私はすごく言いたい。あの、若い頃に、もうなんか、あの、な,なんだろうな、このなんか、大した苦労しなく大金をポンとか手にしたりとかすると、なかなか普通の金銭感覚になったりとかするのが難しい感じはするので、 あの本当になんかあのやっぱり自分で私は自分でなんかちゃんと朝起きて会社に行ってみんなと働いてきちんと給料をもらって来るみたいなそういうなんか汗水垂らしてじゃないですけどそれなんか一通り皆さんと同じような、えー、ことを労働して一、えー、日を終えるっていうのがすっごい ごいなーって思いますもん。本当に。あの、なんかよくわかんないんですけど、あの、お金さえね、得れればいいやってものじゃないんですよ。やっぱりその、なんかね、違うんですよ。すごくだから、あの、んなんとも言い難いですけど、私はなんか、そういうなんかこう、決められた感じのこう、は、うっていうような感じではなく、かなりもう、揺れ揺れのブレブレの、 あの、う何ですかみたいな、もう。自分の私の人生なんかも説明出ないですよ、もう。本当に。あの、ストーカーのおっさんは私のこと知りたくし知りたくしないかもしれないですけど、いろいろね、あってね、ほの、あの、親兄弟とか、全然あの、離婚とか、そういう、そういうあれとか、死別とかそういうのもなく、あの、普通に、あの、いるからあれなんですけど、でも、あの、親の仕事の関係で海外行ったりとか、そういうのとかって、あの、あんまり、 経験する、まあ、いるかな帰国子女いるっちゃ、いるか、うん、いるかもしれないですけど、まあ、少数じゃないですか。若い時に海外に行ってて、で、こっちに帰ってきて、とか、そういう、あの、で、 大学も行ってるけど、あの、そこで大学の時に、まあでも大学の時に起業してっていうのが、堀山とか、そこら辺のあの、皆さん、今の、あの、IT 関係の社長の人たちってみんなそうだから <laughs>、そんなすごい偉くもないし <laughs>、あれか、みたいな <laughs>。でも、あの人たちがいるから結構なんか別に就職できなくても、そんなになんかな <laughs>、自分で貸し合ればいいじゃん、みたいな感じになったのは、確かにそれはあるので、う、ん いいろいろ,いろできることあるじゃんみたいなで、うん、いろいろな感じです方にはま、まあ親としてはね親としてはねやっぱりこういうふうになってほしいとかいろいろそらね社会からの社会の評価が高い方がいいなっていう感じはあるんですけどでもやっぱり子供がやっが幸せだったら幸せ まあ、いいかな、的な感じでえ、これ以上話してもえ、検証の話につながらないので、えー、一旦終了させていただきます。えー、一等用で終わりと終わるかな。以上です。